5 and 3. Engage. さあ弾を打っていく。さあ10番昇竜、昇竜これはさすがの行ったところか。投げて、大パンチ、ダブロー10番スタンが決まる。ウニ昇格名勝にリーチ。ほんと強いっすね、これは。ほんと強いっすね、ウニね、今日。さあウニ名勝にネクロでなるのか。さあ波動拳の隙に、そうあれなんですよ、ネクロ側をやること。今のうまいですね、全然減らないですけど。なんですけどあれをやってると要するに剣もネクロもこれ自分からダメージ取れるような組み合わせではないんで。そうですね、だからああいう蓄積が大事になってくるんじゃないかと。ああ、トクラさんが昇格してきました。トクラさん王者ですか。僕ら初王者ですね。あなた旦那さん兄弟だから解説してる場合じゃないじゃない。ああ、いやまあ別にね、一度もそんなんなれるし、なれるし別にいいよ、ね、どうでもいいしですよね。まあ今後は解説業で食っていこうと思ってるんで。さあ10代波動ジェダイウニ昇格なるのか。ゲージ状況もこれ抜群に言うんですか。抜群ですね。があるのか、これウニがドドスコ聞けるんじゃないですかね。そうですね、ついマイクで、マイクの中でドドスコが聞けるか。さあ、シューマッチ、チンナイを漏らす。エレク決まってあるのか。ネクロで名勝になるのか。地獄車で神味持っていく。ロクが止めるのか。ウニタイムオーバー狙える。ナヤグラップロクソロさん仕掛けに行くのか。昇竜タカト回復陣内。今のはでも正解じゃないですか。ブロレン中盤やられた場合にタイムオーバーがあるんで、ロクよく打ちましたね。すごいですね。あのエンダイパンのセンスがやばかったですね。いや最後もウニがエレクで光って終わりかなと思ってたんですけど、陣雷でしっかりやりますね。さあエレク決まってウニが10代波動。どうなる落ち攻め。今の昇盤ですか。最速暴れネクロで名勝はあるのか。ダイヤ差し返してロクが止めるのか。が強すぎる。さてまだまだロクが完全集中モード。ロクの集中力は梅原まり。どうなる。ウニが仕掛けに行った。画面端テクワッパー、これはしっかりガード。リーパーガードしてる。中心